こんばんは。いつも、あ、僕の動画見てます。ありがとうございます。めちゃくちゃ嬉しい。ちなみに、何の動画が好きですか？急に聞くって、すぐ出てこないよね。急に聞かれてもね。ごめんね、もう。コメントありがとうございます。好き。ありがとう。僕も好きです。コメントありがとうございますで好きを拾う。コメントありがとうございます。もっくんのおしゃべりにいつも癒されてますっていう。ありがとうございます。僕もね、この時間はね、適当にやってるから。適当じゃないよ。適当じゃないけど、楽しくやってるから。僕も癒されてます。ありがとうございます。適当、わらわら。適当と見せかけて、でも適当って大事だよね。適当。アディダスのそう、トラック、なんだっけ、トラックジャージだっけ。久しぶりに来た。そう。今のさ、季節がさ、ちょうどいいんだよ。これぐらいだ。暖かくなってきたもんね。昨日、おとといすごい寒くて。でも今日、暖かくなってきて。だんだんね、少しずつ暖かくなるよね。コメントありがとうございます。手話を始めてから、あ、どれくらい経ちましたかって。ね、どんぐらいだろう。3年間くらいなんですけど、もうギュッてまとめたら1年間くらい3年間くらいやってるけど、ギュッてまとめたら1年間くらいです本当に集中して勉強した日をギュッてまとめたら1年間くらいかな頑張ります。すいませんぐらいですね。ただ見るだけなのに緊張してきた。めっちゃ面白い。めっちゃ面白い。見るだけなのに緊張するって。ありがとうございます。そう、とってもいい機会なの。とってもいいね。いい時間にしたいなって。いい時間だと思うので。なんか僕がね、こうして、まあ、たくさんのね、方々にフォローしていただいて、ライブ配信とか、TikTok のライブ配信とかも見てもらえるので、やっぱせっかくなんでね、この、ローの方が使う手話も、みんなに知ってもらうきっかけになれればいいなって思います。今日はね、初めておしゃべりするので、僕もしっかり読み取れるように頑張ります。あれ？ちょっと待ってて、みんな。申請がね。はい、ということで、皆様ありがとうございました。今日は、さっき教えてもらったコラボ配信で、ゲストの方が、名前が、たけるさんでした。ぜひ皆さん、たけるさんの、フォロー、TikTok のフォローも、よろしくお願いしまーす。楽しかったねー。みんなはどうでしたか？たけるさんがもう、本当に優しい方だからね、もうなんか、こうおしゃべりしてるだけで、僕もなんかこうなりますね。